はい。えー、こんにちは。トイレラのともです。えー、それではですね、えー、今日のマーケットから振り返ってみましょう。 日経金株価はですね、39,910円というような形で、まあ3、4万円にはですね、まだ届いていないんですけども、プラス740円1.9%プラスというような形で非常に強い動きをしてましたね。よりきこそそんなにですね、小幅高という感じだったんですけども、まあずっと買われて週末金曜日であるにもかかわらず全く売り込まれないという形で非常に強い形だったと思います。 トピックスの方ですね。こちらも1.26%。まあ、日経ほどではないですけれども、そ合大動き、しっかりとですね、えー、下から固めていってという感じで、えー、もう全くですね、危なげない上昇っていうのをしていたかなと思いますね。33.69ポイントプラスというような形です。まあ、この分ですね、やっぱりグロースには資金が向かわなかったですね。1.15%マイナスというような形で、小型、中小型に関してはですね、まあ今日は、ああ、なかなか資金が入ってこなかったという形だと思います。 日経平均値上がり銘柄数180人で下がりが42という形になりますので、えー、まあこのヒートマップもね、見てわかる通り、特に大型株はですね、えー、真っ青というような感じで、えー、非常に強い動きだったかなと思います。共同ランキングで行きますと、東京エレクがめちゃくちゃ強かったですね。はい、変わらずの強さ。それから、ファーストリテイリング、アドバンテスト、新越、ソフトバンク、リクルートホールディングス、TDK、ファナックという風な感じで続いていまして、大きくね、上げたところ、半導体のところ、 も含めですね、えー、全体的に広く変われるような展開っていうのがあったかなと思いますね。でえー、まあ、sq もね、えー、近づいているということもありますので、えー、まあ、そういったところですね。また価格ですね。ちょっと寄与度の高いところ、元々費用度の高い銘柄っていうのがま買われたりっていう動きもね今後続いていくかもしれないですね。 はいで。業種別で見ていきますと、まあ、インペクスとかね、今日上がってましたね。金編の工業の方、それから石油石炭のところですね。えー、県庁に推移してます。電気機、海運、保険、まあ、川崎機転とかね、海運も結構強かったですね。はい。というところで、まあ、業種でいきますと、まあ、パルプ、紙だけ弱かったですけども、まあ、他のところはある程度、堅調な動きっていうのはしていたのかなと思います。 で、今日はですね、そういった中で、えー、まあ、即死数ですね、えー、高値取ってきましたということで、えー、昨日ですね、えー、まあ、アメリカ株非常にですね、えー、調子がいいというような形で日本もですね、やっぱりそうなってくると、半導体のところを中心にですね、今日は攻めれたかどうか、まあ、それがですね、分岐点になっているんじゃないかなと思います。で、半導体というところで今日はですね、アドバンテスト、えー、ちょっと久しぶりにはね、まだなったかなとは思うんですけども、見ていきたいなと思います。月足からですね、 はい。で、月足見ていきますと、先月の足、2月の足は確定しましたが、非常にこれも強いですね。4ヶ月連続の要線で引けております。上引きちょっとつけましたけれども、えー、実体部分もしっかりと残しての、上、えー、まあ、徐々来ね、高値をしっかりとついたような形で伸ばしてきております。 月の出来高としましてもいいですよね。29日までしかなかったにもかかわらずかなりですね。出来高もしっかりと1月よりも伸ばしてきているっていう形で、やっぱり注目度の高さっていうのは健在かなと思います。そして週足見ていきますと。 はい、えー、コンシャシーですね。下引のピンバーという形で、陰線にはなっていますけれども、まあ、そこい動き、しっかりと下は変われるっていう形になってますので、あの、いい足型だったんかなと思います。前週と比べますと、高値は切り上げていますし、安値も切り上げていると。実体部分でも安値も高値も切り上げていますので、これはかなりポジティブに見ていいと思います。まあ、トレンドも継続ですよね。まあ、このライン、ちょっと曖昧ではあるんですけども、この上昇トレンドラインも綺麗に引けている状況じゃないかなと思います。 で、今後ですね、ちょっと、このアドバンテストが、まあ、下げてくるとしたらですね、まず週足から変化があるかなと思ってみてまして、えー、前回ですね、この下げ、ね、えー、一気に急騰した後の下げっていうところの起点となったのが、やっぱりこの週足ベースでの、この要線の実態に対して、陰線がアウトサイドした。これがですね、起点となって、ずるずると下がってきているんですよね。 っていうことを考えると、まあ、今回に関しても、この実体部分でですね、えー、この、要線の実体部分っていうのをアウトサイドして陰線で弾ける。あるいは陰線だったとしても、さらにそれを実体部分でアウトサイドして弾けていくというような、そういう足が出てくると、まあ、一旦この上昇のトレンドっていうのが終了する可能性はありますので、まあ、週足ベースっていうところもですね、えー、毎週確認をしていくといいんじゃないかなというふうには思っております。 はい。ということで、ちょっと具体的な戦略っていうことで、ここからは日足ベースで見ていきたいと思いますけども、まあ、基本的にはこの上昇トレンドっていうのが続いていまして、だいたい半月ぐらいですね。まあ上に下にと、台を大きく振りながら、上は7400、下が6600ぐらいですかね。6500ぐらいですかね。っていうところで、まあ1000幅。 え、で、えー、上下に振りながら、ああ、まあ、ちょっと持ち合いみたいな感じで、だん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 レンジを小さくしていってですね、えー、いるところではあるんですけども、これ今日の足かなり良かったなと思いまして、これ結構苦しかったところなんですね。ここでしこってるところがありまして、上でしこりがあるんですけども、このしこりのところっていうのを今日頑張ってですね、まあ相場が後押ししてっていう形になると思うんですけど、一気にこれを上に抜けることが、あ、できるかなっていうところまでいったと。抜けてはいないですけどね。 でこの抜けるかなっていうところが、えー、大体7100円台のちょっと中盤ぐらいですので、ここのブレイクは結構大きくいけるんじゃないかなと思ってますので、ちょっと来週ですね、えー、ちょっとアドバンテスト、半導体、関連のところでですね、狙ってる方はここを見ておくといいと思います。下入っちゃうと、ちょっとね、あのー、苦しいんですけれども、上をブレイクを狙うんであれば、まあ、かなりですね、あのー、こういったところは狙っていけるんじゃないかなと思います。 で、ちょっとね、こう、受給が悪いんですよね。え、アドバンテストに関しましては、見ていただくとわかるように、信用改ざん。これが800万株ぐらいありまして、えー、先週ですね、えー、164万株増えているっていう状況ですね。まあ、唯一救いなのは、期間が、そんなに今動いていないっていうのはいいんですけども、まあ、今、1200万株ぐらいですね。あの、出来高あって、今日で結構ありますね。今日1600万株ありますので、これは十分、この量をね、こなせるような水準かなと思いますが、まあ、改ざんが多いということは、間違いないので、 まあそういう意味で言うと、少しですね、あの、上ね、っていうところは重たくなる展開っていうのも一応、ここはね、確保しておく必要があるかなと思います。ただやっぱこの高値ブレイクっていうのはですね、今のこの半導体メーガルの中でも、いろんな銘柄はがですね、今ブレイクしてきてますので、やっぱりこのタイミングっていうのはね、一番逃したくないところなのかなと思ってますね。例えば、えっと、今日の例で行きますと、東和とかですね。はい。 東はもうこれずっとですね、まあ今日だけじゃないんですが、ずっと長らく揉んだ後ですね、一回プッと抜けるんですけども、また横横調整をして、で、一気にですね、ここを一週間ぐらいでグッと抜けてきたんですよね。だこういうような横横の持ち合いっていうのが長くなればなるほどですね、上への力っていうのは強いので、まあ、ブレイクした時のパワーっていうのがですね、すごいよっていうこと。あとは東京エレクトロンデバイス。 ここもそうですよね。ここも、おちょっとね、アドバンティストと似てますけども、横横の持ち合いをした後、今日一気に、この高値のブレイクっていうのをしてますよね。だこういったところで、横横の持ち合いっていうところで、一本ラインを引いて、このラインを抜けたところ、まあ、ここがですね、一番、まあ、短期的に、ぐっと上昇を取れるような、あのー、ラインにもなってくるかなと思いますので、まあ、こういったところで、ぜひ皆さんも逃さないようにですね、えー、注目してトレードしていただくといいんじゃないかなというふうに思います。 はい。ということでですね、えー。今日は東京エレクトロンじゃないですね。えー、と、アドバンテストですね。アドバンテストを見ていきました。参考になったと思っていただけましたら、高評価ボタン、それからチャンネル登録ですね。えー、ぜひよろしくお願いいたします。